続いてはロッテ対ヤクルト。ロッテは金田監督期待度ナンバーワンの伊良部がオープン戦3度目の先発です。持ち前のストレートにカーブフォークを交えて先発のペースを掴んできた伊良部、5回まで完璧なピッチングでヤクルト打線を1安打に抑えます。すっかり完投ペースかと思った6回、初めて迎えた2アウト2塁1塁のピンチにバッターは新外人マーフィー。初球高めのストレートを狙いすましたようにライトスタンドへ逆転のスリーランホームラン。不用意なこの1球、伊良部には公式戦へ向けて大きな教訓となりました。ロッテは2番手に去年右肩を痛めて3勝しかできなかった小川が登板。変化球のキレもよく7、8、9の3イニング数をノーヒットに抑えました。投手王国を目指す金田監督にとって引退試合として